はいどうもこんにちは、のあゆうです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は、チャート式化の有名問題ということで、まあ、これ、いろんな参考書問題集に載ってる問題なんですね。えっ、ー、と、別にチャート式だけじゃなくて、もちろん大学院数学とか、あるいは、そうですね、4ステップとか、あるいはそのクリア問題集とか、オリジナルとかですね。まあ、あらゆる問題集に載ってる有名な問題なんですけど、大体出てくるのがベクトルだと思います。 まあこれ高校入試で出てもおかしくないかなと思うんですけど高校入試で出すとするとちょっと難しいかなと思いますね。かなりハイレベルでえ誘導がなしだとほぼ無理じゃないかなと思うんですけどもまあでも一応ねあの抽選定理だけで解けるのでまあ出てもおかしくないかなと思います超難関校ではね。 でえっ、ー、とまたベクトルのところでこれが出てきたときにこれ何これ普通に初等幾何でやったじゃんっていうような問題になるわけですまあでもねベクトルで練習するってことも意味のあることですしえっ、ー、とまあ1ベクトルとしてね、えー、例えばその G の重心の1ベクトルが3分の A たす B たす C になるっていうこととかまあ点 P は別に2の点なので、えー、と点 P ベクトルと置いてね距離の計算をすればいいだけの話ですでまあだから 代数的な式で計算するだけなのでベクトルで解いた方がまあやりやすいといえばまあやりやすいわけですね。で、幾何で解こうとするとやっぱりその、えー、少しまあ考えないといけないわけです。まあ、それの難しさがあります。ただこれはね、いい抽選定理の演習問題として取り上げたいと思います。これ、抽選定理を組み合わせることだけでこの式が出てくるんですよ。まあそれをね、あの見せていきたいと思います。はい それでやっていきたいと思いますがまずえっ、ー、と左辺の式ですね AP の2乗と BP の2乗と CP の2乗っていうのがありますねこの距離の2乗が出てくる時には中線テリを使ってみるっていうのはえっ、ー、とまあ方針としてはいいと思いますただ重心という条件とかがどうやって使ったらいいのかっていうところが難しいですね1本これ補助線を入れてみましょう重心という性質を使うためにはここを伸ばして延長して えー、ここの長さが等しいでさらにここの比が2対1になってるっていことをまあ使わざるを得ないですね初等規何的にやるんでしたらえー、っとそれがまあ3分の a+b+c というその1ベクトルの中心の1ベクトルにこう組み込まれてるわけですでも初等規何的に解くんだったらこの10を何とかしてその使わなきゃいけないわけですだからこの ag も中点取って g' っていう点を作りますかって。 でそうするとここは3等分点になりますねここね、えー、長さが全部3つ同じになるんですよねこうやってで AP のこの2乗を作るのに、えー、まあどうしたらいいかっていうとこの重心の座標 G を作りたいんですけど、まあ、G' ダッシュっていうのをまあうまく作ってですね三角形 APG に対してえっ、ーえー、と 抽選ゅうを使ってそれからもう一つね PGM についても使ってみましょうまあまあ、まあ、とりあえず APG に使ってみると AP の2乗ができますねそれから PG の2乗っていうのができてそれが2倍の PG' の2乗足すス GG' の2乗という形になりますね でえー、と三角形一方を、えー、PgmPg'm ですねについて中線、えー、定理を使うと Pg' の2乗たす Pm の2乗イコール2倍の、えー、Pg の2乗プす Gg' の2乗,、G の2乗 2乗という形ができます今ここに書いたのは要するにここに関する中線定理が1つ作ったのとあともう1つはここに関するですねこっちですね。M、が出てきてますけどここに関する中線、えー、定理を、えー、と 2, 2, 2つ作っただけです。いいですか、ね、でこことここを消します。ここを ここに代入しますこれ代入して消しますそうするとえー、AP の2乗を足す PG の2乗がえっ、ー、と2倍の括弧えっ、ー、とこれ下に書いた方がいいですねえっ、ー、と2倍の、えー、括弧2倍の えー、pg' の2乗 pg の2乗す +2 倍の gg' の2乗マイナス -pm の2乗す G, +g' の2乗ですね代入したところはこれですよこれが代入された形になってるわけですいいですかで えーとまあ、これれ整理すすばいいんですね pg をお左辺に持ってきて,、えー、てあるやつを、まあ、ここ最終的に右辺に持ってくるんですけどとりあえずこれ整理しましょうこれ、えー、と6倍の gg' の2乗マイナス2倍の pm の2乗っていうふうになりますねで6倍の gg' ってどうなってるのかっていうとこれ gg'、えー、っていうのは えとこれは4倍の g' の2乗足すえっ、ー、と2倍の g' の2乗っていう形にかけるけれども4倍の g' って ag の2乗っていう形にかけますよね。足すス、えー、2倍の gm っていう形にかけますこれ。こう書いちゃうんですね。つまりこの下の方に下ろしてしまうってことです。 これ全部長さが同じなので gg' っていうのはここの長さですよね。この長さですけどこれ全部同じで一、えー、つは ag の2乗に変えてもう一つは gm のこっちの2乗に変えるんですね。えー、なぜかというともちろんこの bp の2乗と cp の2乗を考えなきゃいけないので、えー、当然この三角形について中線、えー、定理を考えていくことになります。 それからもちろんこれですね。これについても中線定理を考えていくことになるわけです。いいですかその時に GM の2乗が必要になるんですよ、ここ。だから、ここに変えといた方がいいわけです。いいですかえっと、ちょっと消しますね。はい。じゃあ、えっと、次にですね、えっと、まあ、一応、下準備はできたので、えっと、これがこうなるっていうふうに覚えておいて、 でえー、三角形 BPC に関して、えー、抽選定理を使ってみましょう BP の2乗足す PC の2乗が2倍の PM の2乗足す BM の2乗という形ですねでそれから三角形 GBC についても、えー、抽選定理を使うと GB の2乗プす GC の2乗イコール2倍の GM の2乗プラス、えー、と BM の2乗という形になります。で最後のところですね、これ BM について解いて後で代入します。この BM について解いて後で代入するってことを覚えておきましょう。で、えっ、ー、と、 このね左辺を作っていきます。この左辺の式を作っていきます。それにはここにある BP と PC とそれからここにある AP ですね。これを足し算するわけです。いいですかだからこの PG はえっ、ー、とあらかじめこっち持ってった方がいいですね。これ消せばここが3になりますよね。というわけで。 えっと、3倍の Pg の2乗プラス6倍の Gg' G の2乗マイナス Pm の2乗をとこのこれをまあ丸一式としてこれを一と丸二を足し算しますそうすると AP の2乗足す BP の2乗足す CP の2乗ができますねそうすると3倍の Pg の2乗 それから、えー、っと、6倍の GG' の2乗。で、6倍の GG' の2乗っていうのは、さっきの注意によって、えー、っと、これはもうすでにこう書き換えられてるわけですね。AG の2乗。プラス2倍の GM の2乗っていうふうになってるわけです。で、マイナス2倍の PM の2乗。 ですかで、えー、今丸2番を足します。これが丸1番のその AP の2乗であってでここに、えー、っと丸2番の式が入ってくるわけですね。こっちが丸1番。で今丸1番の式までが終わって丸2番の式を入れると、えー、プラス2倍の PM の2乗を えー、プラス2倍の Bm の2乗という式ができます。DPm 同士が消えますよね、ここね。こう消えるじゃないですか。で、えー、2倍の Bm の2乗について解いた式、えー、これ、丸3番としましょうか。丸3番を代入ですね。ここに丸3番を代入。まあ、そうすると、 えー、3倍の PG の2乗足す AG の2乗プラス2倍の GM の2乗、えー、プラスえっと BM の2乗について解いた式ですから2番3番の式を丸ごと代入するっていうよりは BM について解いた式を2倍の BM について解いた式を代入するので GB の2乗足す GC の2乗を マイナス2倍の GM の2乗というふうになってここも消えるんですよ。こうやって。というわけでまあ並び替えをしてあげて AG の2乗プす、それから GB の2乗えっと BG の2乗って書いた方がいいかな。BG の2乗足す えー、CG の2乗ですねそれから、えっと、3倍の PG の2乗という形で残ったものがこれですね。ここにあるものが残ったもので順番変えただけです。はいこれで証明が完了しました。初等幾何的にやるとやっぱりちょっと難しいですね。えっ、ー、とノーヒントでこれができるっていうのは。 まあ、相当実力がある人じゃないとできないかなと思います。これ高校入試で出たら大変ですよねえー。抽選定理はまず中。まあ、そうですね。中3ではあんまならないので、えー、使いこなせる人は限られるしで、抽選定理を使うにもこの g ダッシュっていう点をうまく取らなきゃいけないんですよ。ここここをうまく取って、ここの三角形に関して、えー、っと抽選定理を使うっていうことを思いつかないとできないんですね。 はい、まあその辺がねちょっと難しい台数的にやる方法よりもつまりベクトルを使う方法よりも機械的な難しさがあると思います。まあでもね、えー、抽選定理の良い練習になるので是非、えー、こういうのもね嫌がらずにやってみてくださいまあこれベクトルね勉強した人も、えー、抽選定理のその練習として再度取り組んでみていただけたらいいかなと思いますはい今日の授業は以上ですご視聴ありがとうございました